何やら騒がしい夜だ。この局所的なイグニスの満ち方、この世獣が震えている原因は歓喜か神化か。人の手を捨て獣と化して久しいが、これほどにまがまがしい夜は初めてだ。この虚の夜は深淵、何事かを企む輩がいることにおおよそ間違いはあるまい。これ以上そのものに権限を食い荒らされては、我が身の獣が上へ暴れることは必要。そうなればこの身は怪物として異端に奪い、いずれ撃たれ朽ちるだろう。これはいささか面倒ではあるが、自ら深淵へと赴き、その者の企みを止めるほかない。これほどの能力者、虚無に取り組まれ身を落とされても厄介だ。これも生への未練か。とうに諦めはついたものだと思っていたが、異端のイグニスを欲してやがるこの体、人の身に戻れるのなら、せめて慰めに行くとしよう。これほどの力を醸し出す者のイグニス、今宵は存分に味わわせてもらおうではない。この虚無狩りの前に姿を現す。ファーストフローズリバイド、反撃開始だ。デッパッキャー、獣を逃がさない。それで終わりか。すべて反撃、すべてぬるい。行くぞ、悪くはない。それで終わりか。ぬるいぞ、反撃か。そのすべこっち、反撃剣よ。行くぜ。リン、メルカバ、セカンドクローズリバイド、スーパーカッター、反撃、反撃剣。それで反撃か、反撃か。それでブロックダウン、ウィン、メルカバ、パーフェクト、そこまでとしておき、我とて人の心ある無益な殺生はよしとはせん。だが人の心ある身がゆえのこの苛立ちの理解はできんであろう。誰もが誓いなのよ、見せしめに一人ぐらい食らっても構わんのだぞ。ファーストクローズリバイド、マイマイクエコキヌルイマンマイジャーエッツカゲッツカドスコヤルドナセフタセフマイマイクエッツマイカミマイヤルデヒッチヤルデヒッチマイヤバー。ミン、メルカバのわしに座をつかせるとは。セカンドクローズリバイド、時間マイマイマイバカだやるではない。またきつい、うぜえな。
ウィン、メルカバ。我が肉体が欲しい。その魂、一口ぐらいかじってもよかろうか。我が宇都なる領域にその足を踏み入れる者、何やつであろうよ。おっと、それは僕じゃないんじゃないか。我が権限の獣、アジダハーカ。彼のことだろ、どうせ。ほう、これは実に興味深い。虚無の刺激、いや、権限による虚無に酷似した擬態の生成というわけか。自立した意志ある者の生成とは、なんとも軽な能力者よ。お褒めいただき恐縮だね。それじゃあ、彼のことはお分かりいただけたとして、付属物である僕の方はケイアスと呼んでくれ。君のことは何と呼べばいい？我が名はメルカバ。物おじせぬ若者よ、気に入ったぞ。この流れ込むであろう意志、我が内なる声に驚かぬ人間がいるとはな。そうだ、君たち虚無が自立した意識や高度な知性を持っている。いや、全てがそうでなくとも、知性を持つ個体が一部にいるであろうことは別段不思議な話ではないからね。我々人間に意思の表現を知り得ることができないだけ、コミュニケーションが取れないだけ、ロジカライズ、インターフェイス、そしてこれらのメディアン、そういったものが僕たちとは違う。そう考えるのが適切で妥当だ。空気振動での伝達、言語定義に縛られる感情、さらに地域で隔てられ異なるなど、非効率極まりない。こんな不完全なもので意思を伝達しようなんてのが時代遅れのシステムなんだろうね。君たちのその直接的な思考伝達システム、非常に興味深いよ。いくら興味を持たないようと教えることもできるのでな。あいにくこの身、記憶もなく気がつけばこのような醜い獣の姿よ。食欲の名は暴れ、枯られ、果てるの。無意で空虚な長き旅だ。なるほど。ではどうだい、行くあてもない長い旅なら、僕らと共に暴れないかい？我がアムネジアでは優秀な兵隊を随時募集中だ。募集要項に人間であることとは書かれていないね。うん、大丈夫だ。うん、ダメかな。よりどころを示さぬわずかにでも動いた我が心よ。人たる意識、その残滓、情けないものだ。残念だが若者、所詮我らは愛にいる。人と共には生きられぬのだ。好みの獣は制御ができる。腹が減れば余れ、貴様の仲間を食い放そう。こうしている今、貴様の血肉を食らいたくて仕方がないほどにな。だが、この残された人の心、貴様のその情け、目を言っておこう。そうか、それは非常に残念だ。それじゃ、多少乱暴にでも捕まえて帰るしかないね。長く丈夫な縄に大きめの布団、よし、これだけあれば巣巻きにして持ち帰れるかな。ファーストクローズディバイド。飛び出せ。
分かっていた。行くぞ。行こうでな。危なすぎる。分かっていた。よくぞ。ウィン、メルカバポイントだよ。セカンドクローズ、ディバイド。立て直そう。さあ、近く。危なすぎる。行かれ、分かった。危なすぎる。立て直そう。行く、お前。行くよ。やった。危なすぎる。ウィン、メルカバ、パーフェクト。こうして抑え込む者から身を守ることで、さらに他の誰かからの標的となる。さらなる栄光の連鎖。まったく人間というのは不合理この俺だ。雑魚はすっごい。どこに味わわせてるんだ。ファーストクローズ、ディバイド。セカンドクローズ、ディバイド。死ぬ前返して。死ぬ前返して。いつこだ。神つばさ。いくぜ俺。神だ。いくぜ俺。死ぬ前に。いくぜ。俺。いくぜ。ウィン、メルカバ。虚無がいではないようだな。夜に群がる死を浅き異端の者から、世には覗かぬ方が良い位置がある。これはその一端であると認識するがよい。願いましょうか。ファーストクローズ、ディバイド。これで終わり。よっしゃ、それで終わり。それで終わり。ウィン、
メルカバ。セカンドクローズ、ディバイド。わたまし。やる。よくやる。やる。やっ。ウィン、メルカバ。この俺は君をもって強く死しよく戦った。だがそこが常の器の限界よ。真に強きを求めるなら人の身を捨ててから来るがよ。極めて大型の虚無がこちらを見ている。あれは通常のものではないと推察する。お前は人間やギタンではないな。人により生み出された人がだが、意識が流れ込んでくる。意志を持つはずのない虚無が。なるほど、これが稀に現れるという変異種か。初めて見る。好みが変異し、確かにそうかもしれん。だが私にはお前のホークスが変異に見えるぞ。人型の娘。それは否定できない。私はオートノミックナーブ、個体名バティスタ。存在を落として主の命を遂行し、虚無を滅するためだけに作り出された存在。人型の娘。やはりお前の方がよほど変異だ。面白い。私もその両の腕で滅するか。人としての命を奪われ、ニンバースにもなれず、イモータルにも落ちず。哀れな生き様だ、変異しよ。哀れむには及ばない。今の私はこの姿を気に入っている。強さは食欲旺盛なのがたまに傷であるがな。虚無であり、人でもあり。虚無でなく、人でもなく。答えと死に場所を探す旅、執着はあるの？体が求めるまま、獲物の匂いを追うだけの獣のみ。そこに果てなどなく、全てを食い尽くすだけやもしれ。お互い人ならざる身。ならば、同じ存在である私が、ここで引導を渡そう。人の言葉で言う情け。あらぶるぞ人型。喜べよ我が牙、我が貝だ。キャツの獅子に寸断を立て、人の一肉の味と知ろう。ファーストクローズ、ディバイド。トライ。くるくる。トライ。流命したら敵がいるぜよ。ダメだ。カバーカウン衝撃を耐える設計やらないと。よいしょ。敵がいるぜ。カウンアタック。敵少年カバーカウン。ブロック。緊急カウン。途中でリカバー。はい。メルカバ。要塞確認。
セカンドクローズディバイド。ウィン、メルカバ。覚悟よは君を持って強く死しよく戦った。だがそこが常の器の限界よ。真に強きを求めるなら人の身を捨ててから来るがよ。無駄な抵抗はよせ。ファーストクローズディバイド。一戦来い。活路を見せた。耐えきれるか。なかなかの技だ。一戦マイクチレキュー。くだらん。一戦捕らえて。なかなかの邪魔だ。捕らえられまい。屈辱に逃がさない。そっちも抑えて屈辱を避けて未熟耐えかけ殴れ当たりだ。セカンドクローズディバイド。なかなかの戯れな賭け。くだらん。なんだそれ。くだらん。なかなかの腕だ。終わらせる。なかなかの…なかなかの腕だ。マイクチレコーキブラックダウン。因果の導いたこと。ウィン、メルカバ。キョムガイではないようだな。夜に群がる死を浅き異端の者から、世には覗かぬ方が良い位置がある。これはその一端であると認識するがよい。君とまた出会うことになる。存分に味わわせてもらう。リバイバル。おい、行くぞ。資本の手ラッポリオチアセンタイテール。行くぞ。行くぞ。大丈夫。おい、ポリオ。ポリオ。全身まだだ。ウィン、メルカバ。ロンドリキア。セカンドクローズ
ディバイド。破れない伝説の肌だ。サビオハリス。ウィン、メルカバ。我が肉体が欲しているその魂、一口ぐらいかじってもよかろうか。うわ、すげえでかいやつがいるぞ。なんだよあれ。この身を見据える熱き視線、この世のもとに満ちる嵐のごとき権限の中、我が姿を捉えているというのか。あ、目があったぞ。やれやれだな、貴様のような恐れも知らぬ幼き異端の者の相手は面倒なものよ。この身を黒き甲虫でも見るような無垢な瞳で見つめるな。喋った。いや声じゃねえ、心に直接語りかけてるのかこれ。すげえぞこの虚無、新型か、かっこいいな。要するであろう、目を歯向き飛ばすか。こうも不可思議に思われるとは尺に触るものよ。手にしたその剣といい、我に多くの興味を抱かせる若き異端の者、この獣の身に初めて持ち得た情、なんとも複雑なことよ。ふん、虚無にもいろいろいて、お前は珍しいタイプなんだろうけどな。人を襲ってイグジスを食らうってところは他の連中と変わらないんだろ。無論この口この牙が人を食らうに微塵のためらいなどは、食欲に任せむさぼり食ってきた。だったらお前もこの俺が退治するまでだ。やとならあいつならそうするようにな。お前たちにはこの間三途の川が見えるくらい世話になっちまってる。あの時の借りはきっちりと返させてもらうからな。意志を持った超でかい虚無との激闘か。あいつへのとっておきの土産話にしてやる。ファーストクローズディバイド。止め、せや、逃がさせ、せ、逃がさせ、まだだ。クレイブン、まずまだだ、高い、まだだ、行け、でやまだだ、ならよっ。ウィン、メルカバ。セカンドクローズディバイド。逃がさない、危ねえ、逃がさないぞ、まずなれよ、まずまだだ、クレイバー、逃がさねえ、危ねえ、まずコックル、まずやまだだ、いけ、果てろ、耐えてみせる、ブロックダウン。ウィン、メルカバ。醜い獣になりは
ち出てくれるな。あら、ずいぶんはっきりした大型の虚無。さすがうつろの夜には権限しやすいのね。敵意を持たれると面倒だけど、こうして歩いてるのを見ると虚無って意外と可愛いのよね。あら、こっち見てる？ほう、さすがだ娘も。この満ち溢れた権限の中、私の姿が見えるというのか。先ほどの証言といい、深淵に近づくほどに業の者が多いという道理か。え？ちょっと何よこれ、喋れるのあんた。まさか虚無落ちしたインバースか、イグジスに飲まれたリバースのなり損ないってこと？私やんよ、失敗してこんなごつくて黒くなるのは。今夜は人間との遭遇が多くてな、説明するのにもいささか飽きてきた。察してくれ、目の前の虚無は意志を持つ得意なる虚無であると。なぜこのような卑しい獣の身に落ちたのか、それはあるとで覚えておらぬ。虚無自体を媒介にした簡単なマスタースレーブシステムくらいなら私にもできるけど、言語を介し意思を持たせ実体レベルで動くものを権限させるなんてさすがに不可能。これはもう私益なんて低レベルな話じゃない。うつろの夜のロストテクノロジーであるオートノミックナーブの設計そのもの、私の求める英知の一部がここに生きて歩いてる、そういうこと。思考はまとまったが、娘も。権限を食い荒らし我が身にガイナス最短の器よ。この身、食わずとも永遠を生きるが払わへん。人の意識があるゆえ人の権限を食うことはこのまま。だが貴様のそのみる権限なりは欲するぞ。それほどまでに鮮烈なボイドレットよ。従い、貴様が気持ちの心配をするには及ばぬ。この場でこの際に裂かれて滅するがよい。あら面白い、あなたほどのレアなお相手ができて光栄だわ。インバースだけじゃなく、イモータルも。これでうつろの夜のすべてが私の敵に回ったに等しい。これこそが反逆、これこそが改革。いいわ、このパラドクスが受けて立ってあげる。ファーストクローズ、ディバイド。強いな、逃げない、もったいない。お嬢、ひどい風だな。よし、しなくお嬢、連れなさい。お嬢、無反応。行きなさい、出しなさい、跳ねなさい、出しなさい、連れなさい。こういうのはどう？それはどう？ああ、なかなかの気は。スキュー、スキュー、逃げない。そうでなさい。強い。ああ、逆に人間、カウンター。ああ、高みが抑えるかもしれない。膝をつかせるな。セカンドクローズ、ディバイド。ダン、出しなさい、跳ねなさい、出しなさい、出なさい。こういうのはどう？まるで効いていくわ。ダン、出れなさい、出しなさい、キュー。ダン、お嬢。
まるで逃げない。砕けちゃう。なかなかの威力。跳ねなさい。よし、しない。二カウント。逃げない。もっと。もっと。もっと。私が破れるなんて。ウィン、メルカバ。獣になりかけたこの流れの身、それを長いいじめてくれるな。さあ、最短に挑みし比類なき能力者よ、まだ動けるか。我の勝利に依存がなければその身の権利を欠片も残さず食わせてもらうぞ。え、さっさとやりなさい。けどね、必ずリベンジしてやるから覚えておきなさいよ。あんたのその白目顔は絶対に忘れないんだから。我が恩敵たるリバース、英豪のクオンと共に、あれを幾日が過ぎたろうか。いくら食おうと足りぬ、いくら食おうとならぬ、いくら食おうと満たされぬ。パラドクス、あれほどの味を知ってしまった今、雑魚ではこの獣の腹は満足せぬのだな。やはりあれだけの器となれば権限の味も格別。艶やかに揺れ溶け落ちるような至極のイグジスよ。思い出した獣の好みが喜びに震える。人としての意識を有し、罪悪の念を抱き、血肉の味を嫌悪しながらも一心に進むこの浅ましさ、我が存在の背徳と矛盾に揺らぎと恐怖が尽きることなく湧き上がる。かつての記憶と肉体を取り戻すなど既に不可能だと知った上での弱いことであり、食欲に従いリターンスの権利をむさぶり求めていただけだったのだ。いずれ化け物として駆られるだけの存在に、この身はすでに落ちていたということ。そうすれば釣り合う道々の一つ、先の娘子の口にした最短なるもの、英豪の苦悩、より強き、より甘き、より赤き竹木イグジスを持つ比類なき器、それを求めるのみよ。この世の求めまずのように強さたる最短の者ら、一人残さずこの牙が食らい尽くしてくれよ。元より異様たるこの身、人の意識がとどまること自体が怪異であったのだからな。Somebody
ゲームオーバー。